レッドベルベットケーキは伝統的にレッド、レッドブラウン、クリムゾン、マホガニー、マルーンなどの色合いのレイヤーケーキである。レイヤーとして白いクリームチーズかアーミンアイシングと呼ばれるバタークリームが挟まれる。現代のレッドベルベットケーキは普通赤い人工着色料が使われている。もとはダッチプロセス前のココア豆に含まれる豊富なアントシアニンの発色によって 色をつけていた。バターミルク、バター、ココア、ビネガー、フラワーが材料としてよく使われる。また、着色料の代わりにビートルートのような赤い食材で色をつける場合もある。ベルベットケーキの発祥はビクトリア朝時代に遡ると考えられている。この時代にこのケーキはちょっと変わったデザートとして振る舞われていた。客はベルベットという言葉を聞いて、それが クラムケーキをもっと柔らかで、滑らかな口当たりにした歌詞だと考えたことだろう。同じ時代には、いわゆるデビルズフードケーキも考案されており、これがベルベットケーキの原型だと考える人もいる。この二つの違いは、前者がチョコレートを使うのに対し、後者はココアを使うという点である。第二次世界大戦中に食料が配給制になった時期には、 職人たちはビートを絞った汁を煮詰めて、ケーキの色を鮮やかにしようとすることもあった。レッドベルベットケーキのレシピとしても、材料としてこのビートを含んでいるものは見つかる。ケーキ生地のつなぎやすい分を保つために使われていたし、現代でも使われることはある。テキサス州のアダムスエクストラクト社は、大教皇時代のアメリカの 各家庭にレッドベルベットケーキを紹介したと言われている。この会社はスーパーの店頭にポスターを貼ったり、1枚ずつ切り取って持ち帰れるレシピカードを導入したりして、食紅や各種のフレーバーをいち早く販売したのである。このケーキとそのオリジナルレシピはニューヨーク市の高級ホテル、ウォルドルフ・アストリアのものが非常に有名であり、このホテルでは、 ウォルドルフ・アストリアケーキという名称で提供している。しかし一般にこのケーキはアメリカ南部の一部であると考えられている。昔からレッドベルベットケーキはフランス式に小麦粉とバターを炒めたルーが使われており、ふわりとしたとても軽い食感のケーキなのだが作るのにはだいぶ時間がかかる。そのためクリームチーズとバタークリームを使ったバージョンが人気となっている。 レッドベルベットカップケーキカナダでもこのケーキはデザートとして有名であり、1940年代から1950年代にには百貨店のイートンズに入っている店やレストランのメニューに並んでいてよく知られていた。イートンズだけのレシピだという触れ込みで作り方を知る従業員はその公害を禁止されていたため、このケーキを発明したのは イートンズのオーナーであるフローラ・イトンだと間違える人がたくさんいた。近年では、レッドベルベットケーキやカップケーキはアメリカやヨーロッパ各国で大変な人気となっている。人気のきっかけは映画マグノリアの花たちにおいてアルマジロをかたどった花婿ケーキとしてレッドベルベットケーキが登場したことである。マンハッタンのマグノリアベーカリーは1996年以来この ケーキを販売している。この店は1998年にオープンしたハーレムのエイミー・ルースのように南部の食文化をソウルフードとして提供する店として知られている。2000年にはケーキマンレーブンがこのケーキを専門的に手掛ける初めての店としてブルックリンにオープンしている。レッドベルベットパンケーキケーキに使われる材料は時代や地域によって異なる。ジェームズ・バードの アメリカの料理は、ショートニング、バター、植物油の量が異なる3つのレッドベルベットケーキを紹介している。いずれにせよ、赤い食材が着色のために使われることに変わりはない。酸性のビネガーとバターミルクを混ぜることで、ココア豆のアントシアニンが赤く発色するとともに、ケーキがしっとりとして、ふわりと軽い食感になる。この自然な色合いが、レッドベルベットや、 デビルズフードなどのチョコレートケーキなどの名前の由来になったのだろう。現代ではチョコレートもダッチプロセスを経ることが多く、アントシアニンの発色は起こりにくい。レッドベルベットケーキ本来の風味や見た目を再現するには、ビネガーと着色量を減らすか全く入れず、ダッチプロセスを経ていないココア豆を使えば、希望通りの酸味や色合いを作り出すことができる。 レッドベルベットケーキそのもののバリエーションも多いが、レッドベルベットと関した食べ物は無数にある。プロテイン、紅茶、ラテ、ポップタルト、ワッフル、アルコール飲料などであるし、味ではなく香りだけであれば、ロウソクや芳香剤にも使われている。ウィキメディアコモンズには、レッドベルベットケーキに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。